今トゥクトゥクに乗ってます。すごい、もうなんかガーってなってて、いいね。250バーツ、250バーツでサムライセンターまで向かってます。ホテルからタイヤムセンターね。バイクに乗ってるって感じですね。もう日本だと完全にない感じの。超えたらあれじゃない？タクシーかな？これはタクシー。すごいカラフルな街。この時間から若干やっぱ都市部は渋滞が始まっていますので、私もこのギリギリを走っていく前に。結構落っこっちゃうから危ないかもしれない。バイクの量、車文化、バイク文化。